3月3日、ひな祭り、明かりをつけましょう、ボンボリーニーということで、女の子の歌。ボケやあくばかりでうまく逃げてんだよ。だからあんたに出会った時もドキドキ、めちゃめちゃタイプな唇でなんだか思わず弱くなりそうで、憎まれ口きて目線合わせず、割合いつもあやふやで、なんとかバレずに他人してたのに、電話の態度で世間騙せず、なんだかとても好きだって隠しても盛り上がっちゃって、他の男たくさんいたって